今日は、千鳥の曲、これ父さん、これ金子流の楽譜ですけど、千鳥の曲について、語りたいと思います。まあ、この近所といいますか、まあ、あの山中湖なんですけど、あの、まあ、いわゆるあれですよね、山梨県ね、あのこの辺りであのたまにっていうか、あの正月演奏を頼まれることがあって、その際は大体あの、まあ、春の宮やるとして、で、千鳥の曲やるんですね。それであの、まあ歌があるんですけど、前歌、潮の山差し出の磯に住む千鳥、君が見ようば八千代とぞなく。これはですね、まあ実は山梨県なんですよ。まず潮の山、っていうのはこれですね。これ私が撮った写真ですけど、潮の山、というのがあるんですね。で、これは実はここにあるんですよ。この地図で言うと、この、ちょっと広めにね、こう、ね、大体わかるでしょ、この山の中ですよ。だから、あの、甲府から言うとちょっと東の方ですよね。で、もう本当山の中。それであのそこにこの潮の山があるんですね。で、次が差し出の磯ですね。差し出の磯、これですよ。これ私もやっぱり私が撮った写真ですけど、これはね、笛吹川なんですね。だから磯っていうくらい海かと思っちゃうじゃないですか。でも川なんです。この笛吹川っていう川があって、まあそこそこ広いですよね。こう山の中ですけど結構広い。で、これがあの、磯、これを磯と呼んでるんですね。で、ここは実はですね、あの、差し出の岩っていうのがあって、あの、大きな岩山があるんですね。そこの岩の上にね、この、大竹山、神社か。大竹山神社。差し出の磯大竹山神社って、これね。これパンフレットですけど。ここにやっぱり、こういう、ね、うちが、こういうね、これやっぱり、差し出の磯ですね。遠くに富士山が映ってると。ね、こういう場所なんです。だから潮の山ってのがありまして、そこから少しこう、西方面っていうのかな、南西方面っていうのかな、に行きますと、この差し出の磯があるんですよ。まあそこに、こう岩山がこう出っ張ってて、それで川が蛇行してるんですね。で、そこが差し出の磯なんですね。で、そこに千鳥がいるという話なんですね。で、この三つですね、この潮の山、差し出の磯、千鳥。この組み合わせで歌を読むらしいんですよね。昔から読まれてまして、新しくは与謝野晶子さんも読まれてるということで、で、これはこの歌は古今和歌集ですね。ですから千百何年とかですよね、確か。ですから、随分昔のからですね、ここは交通の要所だったんですね。というのは、ここからもっと奥って言いますか、いわゆる山を越えて、いわゆる関東に行くのが大菩薩峠っていうのがあるんですね。で、まあ、この時代、まあ、古今和歌集の時代って言いますと、まだ、いわゆる江戸幕府はないわけですから、昔は何て呼んでたのかな。でも、もう随分昔からその交通がこう盛んというのか、そのここを通ってまあ甲府に行ったり、そこからまたあれですよね、どっちに抜けるのかな、ずっと岐阜の方行ったりとかするんじゃないですかね。ここは山中湖なんですけど、だから甲府の方に、まあね、大和たけるの命もこの横通って行ったらしいと思うんですけど、地理的に言うと。まあだから随分
昔から、まあ、甲府っていうのはあったんですね。甲府というか、あの、山梨の方も人がよく通ってたということですよね。で、これは私がちょっと思ったんですけど、この塩の山っていうのは、これ、なんか古墳じゃないのかなと思うんだけど、なんともちょっと書いてないんで、あの、わかりませんけど、こう、平安の中に山があるとね、なんか、こう、土をね、集めるんですね。それでこう、山にして、それが古墳になったとか、そういう話があるんですけど、これ要するにあの、水田作るから、デコボコしてるとあれでしょ。だから平らにするのに、土集めちゃうとこう、そこに盛ると山になるじゃないですか。で、結構そういうのはあるんですよね。だから、もしかしてこれはそういうのかな、とも思うんですけど、あの、専門家じゃないんで、なんともわかりませんけど。ということで、まあ、こちらで演奏する場合は、その話をするんですね。ですから、まあ、実はあそこにあるんですよと。山梨だとね、もう近くですから、ぜひ遊びに行って、この神社行ってくださいとか、まあ、その辺万力公園とかいろいろありますんでね。まあ、そういうことを知ってやった方がいいと思うんですよね。まあ、後歌はや、実は演奏全部やると長いんで やってないんですけど、後歌は淡路島通う千鳥の鳴く声に、行くよ目覚めぬ妻の関森でしたかね、それについてもまたねいろいろ調べると面白いと思うんですね。まあそのうちこれは金曜週ですね、それで今度はですね演奏のやり方なんですけど、まあこれ全部やると長いんでね、全部やってくれって言われたらやればいいんですけど、ちょっと長いんで前歌が、なんだっけ、こう、前歌でですね、繰り返しがあるんですね。八千代と泣く。君が見ようば八千代と泣くっていうのが2回言ってるから、2回目はもう省いて、手ごと行くんですよ。それから肝心なことをまず言わないと、私演奏するときに、前歌は、吹かないんですね。今回この古いやつで吹いたんですね。多分江戸時代だろうかなと思うような古いやつ。もちろん伝統調律ですよ。ね、それで吹いたんですけど、歌があって琴弾いてる時に、結局琴と同じことを尺八がずっと吹いてるんですよ。もう全くね、もうほんとずっと別ついて吹いてるから邪魔なんですね。こういうものはね、琴の余韻、糸の余韻を聞くのがこういう音楽なんですね。まあ三味線の場合でもそういう琴もね、こう弾きながらこっちでね、こう押したり弾いたり、こう押さえたりなんか すごく操作してるんですよ。音を揺るとか引っ張るとか、なんかいろんなこと操作してるんですね。で、せっかくそれやってるのに尺八がねベーとか吹くとね邪魔ですよ。で、歌もあるし、そこはもう吹かないって私は決めてるんですね。で、こう吹かない方がいいと思いますよ、本当にね。こうゆっくりだから吹きやすいと思ってね、まあ練習で吹くのはいいですけど、それで手ごとで速くなるでしょ。そこから尺八が入ってくると、まあ掛け合いもややあるので、こう聞いてる方からしてこうなんかねいい感じっていうか、まず琴があって途中から尺八が入るっていうのがこう変化もつきますしね、本当にそっちの方が聞きやすいと思いますね。それでですね、この尺八ね、古い尺八、これもちろん伝統調律ですから、それでこの吉沢兼業ですよね、吉沢兼業だよな。吉沢兼業、これ江戸時代の曲ですからね。ということは江戸時代っぽい尺八で吹いた方がいいに決まってるじゃないですか。その、現在のね、なんかビービーなるね、ましてね、金属のやつとか、何 3D 尺八とかね、ぶち壊しですよ、雰囲気。それよりも音として、これもね、これ良くなるんですよね。だちょっと音でかかったかなと、ちょっと思ってるんですけど、
糸を消しちゃダメなんですよね。その、で、ビーっていう音はもう最悪ですよ。だからこういう古曲って言いますかね、いわゆる古曲を吹く場合は、柔らかい音色でもっと、ちょっと一歩引いた感じで、こう糸を立てなきゃダメですよね。どうしてもなんか、こう自己主張するっていうか、どうだ、大きい音が出るだろうなんて、やっちゃもう全然ダメですからね。ということで、それでなんかね、こういうので、地唄吹けないと思ってる人がいるっぽいんですけど、いや、昔こういうので地唄吹いてたね、決まってるじゃないですか。なんだろうなと思ってね。だから手音とか全然問題ないですよ、何を言ってんだろうと思いますけど、本当にね、その辺ね、ちょっと、まあ、下手なんだろうなと思うんですよね。いわゆるね、なんか、こうやってビーってなる尺八じゃないと、もう吹けないんですね。だから自分で音を作るっていうことが、もうみんなできなくなってますよ。それでなんか大きい音出して喜んでるっていうね。もう、本当にね、やめてくださいと。あ、それからですね、私、この、もともと登山だったんですね。それで、まあ、金庫にして、これどっちかな、手ごとだけ吹いてるから、ちょっと混ざってるんですよ。吹いてて、なんか吹きにくいとことかいろいろありますんでね、こう、金庫の手と登山の手をね、こう、なんか混ぜちゃうんですね。まあ、どっちみち後付けで、だから、どっちでもいいというか、まあ別に、金庫の方は金庫で吹けばいいし、登山の方は登山で。私はちょっと、混合してます。ということで、まあ正月には、千鳥の曲、もし頼まれたら、こんな感じでやってみるのはいかがでしょうか。